ちょっとマジで聞いてもらっていいですか。いっぱい食べてねえほら天才だって残念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 でいつもありがとうカーネルサンダースさん。お待ちにドラゴンらっしゃい。どうもみんなの心に翼を授ける伝説のヒーローになりたい、みんなの心の担任みのり先生とわーしは、そしてマープリのスタッフになりました、おまゆドラゴンです。お願いします。今回はスタッフのね、おもちゃんと一緒にやっていきたいと思いますが、今回はみんなこれを見てちょっとえって思った人もいると思うんですけど、ケンタッキー企画でございます。ケンタッキー何企画かというと、今回はハッシュタグキキケンタッキーをやっていきたいと思います。よパフパフというのもですね、みのり先生大のケンタッキー大好き民族ということで、実はね、ケンタッキーでクイズみたいなのをね、したりしたこともあって、今回はですね、でももっとレベルアップした自分を見せるということで、ケンタッキーキキケンタッキー企画をやっていきたいと思います。で、今日のこのケンタッキーはスタッフおもたんがね買ってきてくれたものなので、マジで中身を知りません。はい、これを今回は当てていきたいというふうに思います。ちなみになんですけれども、ケンタッキーにはお肉の種類がありますね。任せてください。マジで自分の知識で答えますけど、ケンタッキーお肉の種類、まずドラム、サイ、キール、おウィング、おあともう一個、あ、やばやばいこれだけかと思った。ヒントヒントえ、何文字ですか。2文字です。2文字、うん、え、オム鳥じゃないしねリブ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 、正解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 危ない危ない、ごめんなさいということで、こんなね、博識なみのり先生によるキキケンタッキークイズいきたいと思います。レッツどんな風にケンタッキーするかというと、ルール、まずは井上先生が目隠しをします。で、この肉をおもたそがあーんってしてくれるので、ワンバイトだけ、そうで、おむおむおむって食べて、さっき言った5つの部位のどれかを当てます。これできるアイドル先生だけなんじゃないのと思ってるじゃあもうこの顔見えないから、みんなちゃんと焼き付けた、はい、バイバイ先生の顔、あーこれが先生のね、プロの姿です。ちょっとマジで聞いてもらっていいですか。今、オールミートをラストバイトまで行ったんですよ。データが消えました本当に悲しい。でも、一口ずつ全部味見はしたから、もう間違えられない、もう間違えられない、もう間違えないです行きましょう、行きますよ。はい、まず最初、こちらです。ワンバイトして証が残ってるで、肉質が統一されてる感じするの。ウィングよりはちょっとジューシー。骨なしケンタッキーをね、スタッフが混ぜ込んだんですよ。これなんじゃないかって思ってる。でも待てよ、なんか骨みたいなのあった気がする。え、なんでめっちゃ静かになったの怖いんだけど、急に無音になったんだけど。これは骨なしケンタッキー。ファイナルアンサー、アンサーオブザイヤー。目を開けてください。骨なしケンタッキーほら天才だって肉が整列してるという。一度食べたらね、犬ですから。では、はい、2問目こちらで、セカンドバイト、はい、あは、わかった、ドラム、見えてた見えてた見えてたって言ったということはやらかしました。違う違う、ではオープン、笑ってるよ。はい、おめでとうございます。やったね、風景ポイント、今2カーネル来ています。次行きます。よっしゃ、こちらで、あ、お肉の繊維の感じはウィングなんだけど、うん、なんかちょっとジューシーだったの。このさっぱり感はウィングなんだ。じゃあよろしいですか。え、ウィングで、ウィングでよろしいですか。ウィング、ではオープンザウィンドウ、オープンザウィンドウ、インマイホームタウン。残念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 めっちゃ残念残念マンじゃん。キール、
正解です。あーもう一回こちら帽子シュートでございます。帽子シュートされちゃった。えってことは待って実はですねこの次出てくるお肉だけが唯一一発で当てれたんですよ。あれなんでやろはい、こちらでいかせていただきます。フェイントでなんか違う肉来るかもしれないと思ったの。本当にウィングなんじゃないって思う。まさかおむさんがそのスープを入れてますってそんな死ぬわけがないと思ってるんですよ。やっぱうちらの信頼関係なんで、ね、別に1年はそこだけじゃないので数年間かけてね積み上げてやっぱあのトラスト信頼関係あるので、うん、ウィングでしょうと。そうだね。ではそうだね。4文字しかおらへんかったコメントでは、はい、オープンザウィンドウウィングイントゥザスカイフロムジビッググラウンド。いや残念残念だあれやってますキールですよねこの人。キールです。あれよねキールコラー。こちらがウィングです。ウィング食べてみて。こんなんだよね。そうなの。ウィングはね、繊維がね、バン！感じの。ということは、正解したけどもシュート。ヒール。今回全問正解したら、うん、こちら一番先生が好きな貝が食べれるっていうことでした。で、うん、これオモスが食べるの？はい。残念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 。結果的に勝ち取れたのが骨なしケンタッキーとナゲットとドラムとということで検証結果井上先生はケンタッキー全部できるのか。結果は3バイト正解かっこ一度全部食べた後ということでめっちゃ久しぶりに実は食べたケンタッキーだったけどめっちゃ美味しかったしいっぱい食べる機会あったらキキケンタッキーしてみてはいかがでしょうか。意地悪じゃない方としてみてはいかがでしょうか。意地悪な方残念マン残念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 次回に期待してください。そしていつもありがとうカーネルサンダースさんということでお会いしていきたいと思います。もし、ケンタッキー食べたくなったなと思った方がいたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。みんなもケンタッキー食べてね幸せなら Okay.